毎度工事屋です、メイヤー、マイヤーですね。ヒューゴ、マイヤー、メイヤートリオプラン100の 2.8 ですね。 100mm の F2.8 になります。玉ボケ、シャボン玉ボケになるので最近すごく人気が高い。キャップはツアイスのキャップがついてますので、まあ、そのままお付けします。ここがフードっぽいですが、ちょっと回したぐらいでは取れなかったです。一体型かもしれません。マウントは M42 スクリューマウント、ベンタックスマウントと同じネジですね。スクリューマウント、ただ何も絞り連動はないです。こちらプリセットですね。開放で見て、まあ、8なら8までこれ止まります。これを引き上げればその位置で止まるようになります。まあ普通ここで普通とかマニュアル絞りですねになります。絞りも、まあ、枚数多いですね。綺麗です。こちら外観アルミ強度の割にはかなり綺麗ですし、この当時のこのヘリコイドがね、なんか引っかかったり硬いのが多いんですが、非常にスムーズでいい感じ。絞りもいいです。まあ、多少使用感というかスレなどはありますが、まあ、この時代のこのアルミ強度にしてはいい方だと思います。まずまずですね、備品でいけると思います。レンズもスカッと非常にいい状態でした。コーティングもありますね。こちらトリプレット、名前で大体わかりますよね。トリオプラン、トリプレットになります。ペンライトで見るとやっぱり多少は埃などありますが、まあ、この青白い光で見ると結構見えちゃいますね。ただこのようにスカッとしてますので使う分には全く問題ないレベルだと思います。まあ、これで見ますとね、どんなレンズでも曇ったように見えます。かなりいい状態だと思います。このレンズはボケ、あ、後ろボケですね、後ボケが条件が揃うとすごく幻想的なボケになるので、今非常に人気が高いレンズですね。まあ、ちょっと高いんですけど、まあ、めったに出ませんので仕入れてきました。まあ、次欲しいと言われても何とも言えませんが、まあ、珍しいレンズだと思います。